鹿織、唐桑駅は、宮城県気仙沼市新浜町一丁目にある、東日本旅客鉄道大船渡線 BRT のバス、停留場である。もともとは、同社の大船渡線の鉄道駅であった。東日本大震災による津波で駅近くに、打ち上げられた、第18とも、徳丸鉄道ホームと線路を撤去して整備した、専用道場に、上り降りの乗降場が相対して設置されている。 構内は2車線。上り気仙沼駅の乗降場には、待合室、トイレが設けられている。気仙沼駅方面からの BRT 専用道の終端であり、森駅方面は、駅前ロータリーを経由して、県道と接続している。また、気仙沼駅前上市しお駅前間を、大船渡線 BRT として運行している、都バスジカ金山線の便は、県道上の、シカオ 唐桑駅前停留所を発着する。大船渡線 BRT の運行開始時は、気仙沼駅等駅間の専用道は整備されておらず、鹿織、唐桑駅前停留所と同一に BRT の駅が設置された。震災前は短式ホーム一面一線を有する地上駅で駅舎があり、気仙沼駅管理の無人駅であった。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は17人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。なお、2000年度から2005年度は鉄道運行時の統計である。駅周辺一帯は東日本大震災で甚大な被害を受けたが、災害公営住宅や商店街が整備され、県道沿いに商店が立ち並ぶなど再建が進みつつある。 駅の南に見える丘には、気仙沼市復興記念公園が整備された。鉄道 BRT。ありがとうございます。